してくれて待ってました。カメクスターさん、もう TKG みんなバカにしすぎちゃう公園入りたくて友達が劇場前まで行ったよ。え、入れへんかったんですか？マジですか？髪型決まってないです。みんな案出してくれてたんですけど、モバメの返信で。けど最近やった髪型が多くて、そう、え、マイコちゃんじゃん。そんなびっくりする。びっくりした。びっくりするかな。うん。はよ。今手汗やばいね。オーケーとか。おもろすぎる。ごめんね。タピオカじゃないですよ。スタバです。外でプロレスやってて、プロレスやってるんですか？外で？どういうこと？そう、今日ポニーテールしました。ちょっとダン初披露ということで、ミカナさん意識して、ちょっとなんかこの辺遅れ毛出しちゃったりね。そうそう、けどミカナさんにはちょっと及ばなかったです。そうなんです。夜公園行くね、ありがとう、待ってますね。そう、どうしようかな。あ、サイドポニーまたやりますね。元気、こっちのセリフですよ。元気ちいちゃん元気です。配信やってます。ごめんなさい、すいません。皆さんありがとうございます。表に出たらマジですか？ちいちゃん地元の卒業式参加するの？参加します。グッジョブ、参加しますよ。 M しか言ってなかった。ほんまに B2 に会いに来てくださいよ。ジョンは待ってます。 TikTok がとっても可愛くて好きです。ありがとうございます。これからも見てくれると嬉しいです。単純すぎて握手会追加してよ。ほんまにありがとう、嬉しい。待ってますね、超楽しみにしてます。声出し解禁、ほんまに声出し解禁したら早く出たいですね。めちゃめちゃ一発目が出れないので。切ってないですよ、前髪。前髪は切ってないんですけど、ポニーテールで多分こう頭皮が上がってるから、ちょっと上がってるんやと思う。福袋届いたよ。マジですか？あれですか、ランダム写真みたいな当たりましたか？すごい色の、超あれですね、真っ赤っか、下も上もこの色です。まあいつかじっちゃんに癒されに行くか、もうぜひ、いつか、またいつか、ほんまに来る気あります？ぜひ待ってますね。ジョンちゃん、ジョンヤホー、久々やね。その名前で久々に呼ばれました。C2 点々の方。夜公演入るね、ジョンちゃんに会えるの3ヶ月ぶりやさかい、楽しみにしてるね。ありがとうございます、待ってますね。見つけます。ありがとうございます。握手会行ってみたい、ぜひ待ってます。お疲れ様です。クマちゃんヘア、確かにクマちゃんヘアね、確かに。全上げですか、半分ですか？ NMB は声出し解禁予定、声出し解禁予定は決まってるんですか？3月、さ、間違えた間違えた、あ、3月合ってるやん3月8から3月8からね、B2 の公演から声出しが解禁されてスタートになりますよ。ぜひ、声出し解禁もしたので、ぜひぜひぜひ来てください。チオピピで出る日、行ける日あったら行く、ぜひ待ってますね。ぜひ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 。今日髪の毛茶色く見える、ジオンですか？ほんまですか？いつもと何も変わらないんですけどけどジオンはよくあれですね、髪の毛茶色いってよく言われます。やばい、唇カサカサ。なんかね、聞いてください、ジオン、唇カサカサになる理由が分かって、リップが悪い超リップのせいにしてる。そう、なんか保湿塗って、スクラブみたいなやつもね、メイク前にやって、本番前にリップ塗ったんですけど、 そのリップを塗ってからもうすぐカサカサになって。そうなんです。いや、名前死ぬ甘やかしたい。ちっちゃんにプレゼントとお手紙送るね、ありがとうございます、待ってます、お手紙。やったー、
写メ会初めてジオンちゃん撮りました。初めましてできるの楽しみです。待ってますね。やったー、嬉しい。やったー、やったー。やばい、超目乾燥してる。公演終わりとか公演中って超目乾燥するんですよね。来週とっても楽しみにしています。来週ですか、サンリオですか、何の、どの来週来週サンリオかな、あ、公演か、11ってこと、声出し解禁ってことか、声出しありの公演、 NMB の公演はないですね。声出しはここで編集する、あ、いいよ、え、こっち座りよ、いいですね、え、うん、そんな角っこでしないでうん、3月19、もう B2 公演なんですかB2 公演なんですか。顔シュッとした、大人っぽくなったメイクかな。やったー、ありがとうございます、嬉しい。ごめんなさい、全然全然大丈夫。私こそバースデー公演したかったけど、2年連続で今年もバースデーディズニー、ディズニーですか、わあ、いいですね、夢の国だ、夢の国。卒業式ね、卒業式はもうすぐですね、もうちょいしたら。手紙も送れるの割と前から解禁してますよぜひ待ってますお手紙キュルキュル。ジョンちゃんの握手と写メ撮ったよ、お、やったー、嬉しい、ありがとうございます。握手会で手のカサカサ体験できるんか、ついでやばくない、握手してさ静電気ビリってきたらさ、もう来てくれへんくなってまうやん、嫌やな。静電気だけはもうならんように気をつけないと。そう11も12も楽しみ。11、ジオンちゃん出てよ、出たいです、めちゃめちゃ超あ、そうなんです、レイコさんが作ってくださってて、さっき公演前に撮りました。ほら、神様の音が聞こえるよあ、19、握手か、なるほどね、握手会か、あー、忘れてた、そうやそうや、公演じゃないわ、そう、公演あったっけと思って、そんな先まで出てるのって思ったら、まさかの握手会でした握手会、こんにちは、こんにちは、お、一番上までたどり着いた、珍しく早めにたどり着きましたよ。今日も可愛いんやが、どこの方言ですか、めちゃめちゃ見下ろして、静電気好きな人いるよ、マジですか、ビリビリが好きなんですかね、その方は。あ、か、今日は朝、朝っていうか昼に、あのローソンの、愛知県産のね、あのいちごを食べました。ガチで激うまですマジでおすすめ。夜公演の髪型どうしようかなけど、ちょっとあの一個候補があって、それにしようかなみたいなのもあるんですけど、初めのけどね、どうしよう、前髪上げるか上げへんかみたいなとこありますよね、記憶なくて迷ってます、ちょっと必死だったと思います、ごめんなさい。ぶどう農家にいちご栽培、どういうこと、ぶどう農家にいちご、もう超混ざってじゃないですかいちご苦手、マジですか、それはダメですよ、損してますマジですか、いちごそのものです、いちごの、いちごのやつです、ね、そう、一番愛知感じてくれて嬉しい、待って、愛知感じてくれてってどういうこと、おもろすぎてるやん、マジですか、この辺で、その全体力でフロントタッチっていうのが、そのね、これ美味しいですよ、バンだったかな、皆さん、あ、今日の最近のハマり、アマオは食べたことある、食べたことありますよ、めちゃめちゃ、アマオスーパーとかでよくアマオを見かけます、あれかっこよかった、
あとお見送り声なんか。いちごはそのまま派、練乳派、そのまま派ですね。いちごそのものの味を楽しんだ方が私はいいと思うんですよね。すごいさっきのこと言っちゃったね。そう、攻め替えのポーズ一生迷ってる。好きだめし一生これをやるっていう。そう、緊張した、緊張した。いちご大福食べたい。それな、何グラまだやってないですね。いつまでですか、あれ。 N さんやったら、ね、2月1回も会いに行けてないから、マジで早く会いたい。ほんまに早く会いに来てください。ジオンは待ってます。この前ジオンちゃんと同じいちご買ったよ。佐賀県産のいちごさんって名前、 あれも割と有名ですよね。最近よく出てるやつですよね。美味しいです。美味しかったですか、あれ。ジオンは好きです。今日来て欲しかったのはダンのことですね。はい、そうなんですよ。今身長159cmぐらいですね。どうなんやろ、リラックスできるか。でもほんまに、シャミ会のポーズ何ポーズくらい考えてる。1、2、3、気持ちに余裕ができたから。4、3ボードでめっちゃ楽しかった。やばい、どうしよう。こんにちは。けど、こんにちは。その場のノリですよね。猫、クマとか、ハート。今ハート。なんかダンフロントって思わない。ハートグーみたいなとか、まあいろいろありますよね。そう。10日までか。今日は5。あと5に5日ありますね。じゃあ緊張だ。てかルームスの写真袋のゴミでちょっと笑ってしまった。どういうことですか、写真袋のゴミで。どういうこと、どういうこと。来月はお祝いしてもらいに行かなあかん、行かなあかん。ジオにですか、夢の国にですか。夢の国、紅ほっぺが一番美味しかった。マジですか。美味しいベリー食べたことありますか。おいしいベリーと、あと、あとね、秋姫とかもおいしいですよ。何これ、あとは何やろ、ちょっと王道にあまおうも好きです。めちゃめちゃ、サメ帰りって一緒にハート作れるくらいの距離かな。どうなんやろ、どれぐらいやですか皆さん。30ぐらい、もうちょっとメモしとかな。1ハート2グーみたいな、もう全部書いとかな、書いとかな。まつげかわいいですね。まつげだけですか。ジオンは初めて披露した。ジオンはランダム写真、ジオンちゃんの直筆。お、地引きってやつですか。マジやったー、嬉しい。夢の国よりもじっちゃんにお祝いしてもらいたい。やった、ぜひ来てくださいね。会いにジョンは覚えてますよ。福祉会行っても話すネタないんやけど。そんなこと言わないでください。いっぱいあるじゃないですか。いっぱいいっぱいあるじゃないですか。美味しいベリーなかったんですか。マジそれはダメですね。そう、自分がそれ行くタイミング、これから劇場に行くよ。マジですか、待ってますね。青い月が見てるから、それの、あ、ごめん、それのポーズとかあるんですか。青い月が見てるよ、ダリダリダリ。あの曲可愛いですよね。緑公園どこってでしょう、上手の後ろよりもちょっと前の前、真ん中よりもちょっと後ろ。超難しい位置。握手会人見知りだけど大丈夫。ジオンも人見知りなんですけど、握手会、写メ会、お話し会はねもう余裕ですよ。人見知りな私でもめちゃめちゃルンルンで話せるので、ぜひいっぱい会いに来てください。待ってます。チーズチーズチーズ、オンラインで逆生誕祭、逆生誕祭ワンチャンありですね。15分経過したってことで、ちょっとね、あの2回公演なので2回配信しないとダメなんですよ。で多分公演終わって反省会とかあったら多分一応できないんで、1回切ってもう1回やりたいと思います。ってことで
バイバイ。あ、ちょっとランキングだけ読みますね。ごめんなさいね、めんどくさいことで。ということで13位のぼさんありがとうございます。12位あゆとろうさんありがとうございます。11位りょうさんありがとうございます。10位ひろさんありがとうございます。9位ひさおさんありがとうございます。8位ようじさんありがとうございます。7位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。6位みっちーさんありがとうございます。5位かるちゃんありがとうございます。4位あすかちゃんありがとうございます。3位北野大地ありがとうございます。2位やすさんありがとうございます。そして第1位はじゃか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 じゃん、ランディさんありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆さん、あの一瞬秒で始めるのでこのまま待ってていただけると嬉しいです。ってことでバイバイ。ありがとう。あ、いけた、いけた。なんかさっきからずっとエラーになってて。エラーになってたんですか。え、そう、なんかいけてるんかな、これ分からへん。気まずい。ありがとう。あ、いけてるっぽい。よかったです、ありがとうございます。いけました。ということで皆さん15分経ったら教えてください。皆さんありがとうございました。いけたかわかんないから変顔してみて。どういうこと。意味わからへんやん。お腹すいた、めっちゃ。今日のご飯は何なんやろ。夜ご飯はわかんないんですけど。あ、そう、アンコールの靴がね変わってますね。けどまた戻るっぽいです。ちょっと似たような感じに。そう、その新しくするための届くまでの期間のあれらしくて。そうだからあれですね、その間のお弁当とか食べたい。お腹空いたんで、あのなんかご飯食べたいなっていう。そう、ジオンちゃんの段良すぎて見入ってました。ほんまですか。やった、よかったです、ありがとうございます。そう、段超緊張した。同じこと言ってた。そう、段緊張しすぎてやばかったんですけど。でも何も変わってない。そうけど無事、あの失敗せずにいったと思うので、個人的にだからよかったです。今からお昼ご飯だよ。やばい、マウント取られた。ジオンもお昼ご飯食べたいのに。見入ってました。どっちか迷ったんです。それ見入ってましたか見入ってました。くそー、そのまま読めばよかった。記憶ないんだ、怖い。公演前にお弁当とか食べない。食べますね。食べるときは食べるんですけど、あの昼公演の前はいつもゼリーだけですね。ゼリーだけかフルーツ&ゼリーか。今日はイチゴとゼリー半分食べて挑みました。今日アイゼーのたこ焼き食べてきたよ。あれガチ美味しいです。マジでアイゼーのたこ焼きが一番好きなんですよね。超世界観改めて好き。父かわちぃ。TKG 食べました。あのあれの名前になってから TKG と豚汁食べてる人よく見ます。めっちゃ乗っけてくれてる。ルームスのサイン書き終わった。え、割と前に書き終わって届いてるんかな。それ楽しみです。私も楽しみです。どうなんやろう。あの私は楽しみで、久しぶりの関東なので1年ぶりかな。確かにダンからのスワンボートの、そう、もうあそこの切り替えがちょっと大事なのでね、皆さん注目です。今日も可愛かったね、ありがとう。やった、ありがとうございます。届いてないよ。マジですか、まだ届いてないんか。早く届いてほしいな。今日も超ねあれなんです、あのせかされながらね書いてたので、あれはそう。今何分だったんだろう。けどちゃんとあの文字っていうんですか、文とかはちゃんと書いたんですけど、もう最後の方はもうせかされすぎててやばいやばいって、もう気持ちが超急いでたんで、どんな感じの字になってるでしょう。やばいかもしれん。そうけどちゃんと心を込めて書きましたよ。
おもろすぎダンダンこの恋ダンダン今から言っても変わらないお待ちしてます断面してるんで大丈夫かな雑魚なんですよダンの表情難しかったんですけどどんな感じどんな感じに見えてましたか表情難しいなってあの曲思っててそうどんな感じで映ってたんやろ BMM 映ってたんかなみたいな早く横顔とか超かっこよかったほんまですかありがとうございますほうくんくまありがとうございますほうくんありがとうございましたくまくまくまありがとうありがとうございます先ほどの公演に入ってましたありがとうございましたやった感想待ってますねあれかわいい子発見あっけやったありがとう急ぎすぎて造形文字造形文字って何ですかどんな文字ですかそれ寒くなってきた汗ひいて超長それ長ズボンなんですけどこんにちはこんにちはありがとうランナーズハイの最後の顔バリ可愛かったほんまですかあそこはいつもちょっと抜かれると思ってるのでそう生誕とかじゃない限りはだいたい映ってるのでそうあそこはちょっとね見どころの一部ですねそうランナーズハイ夜はねあ、撮ったね国語が苦手ねそうなんですけど今なんか変なとこありましたか変なとこあったかな写メ会撮りましたやったありがとうそろそろ B2 行かないとほんまに来てくださいね会いに来てくれるの待ってますやんちゃんの写メ会も握手会もいっぱい買ってますやった嬉しいありがとう楽しみにしてますね握手会写メ会楽しみやね超楽しみ初めてなんでね全部超楽しみです B2 公演に初めて入りましたがフレッシュで良かったですほんまですかありがとうございます嬉しいありがとうございますまた見に来てくださいねさすがですね今日行きたかったよ悔しいもうじゃあぜひ待ってますね今度待って小啓文字って読むんこれでこれでショーって読むんや知らんかったねえめちゃめちゃこれってゾウって読みませんゾウって読むのは読むよね読まんこれもしかしてわかんない最近じっちゃん不足ですほんまにぜひいっぱい会いに来てくださいこれで56分から始めて2回目って何分から始めたんやろタン押しから抜け出せませんそのままで OK ですね口癖ほんまですかの気がするそれめっちゃ前の配信でも言われた気がするほんまですかって自分めっちゃ言っちゃうんですよねそうめっちゃいろいろなんかその言葉なんかどんなんなんて言うんやろそうその言葉がすぐ出ちゃうんですもうすぐ推し卒業しジョンちゃん推しになるねマジですか嬉しいありがとうございますぜひ押してくださいありがとうございます今日の配信で語彙力ちょっとずつ増えてて受ける受けないでゾウとも読みますよねほらほらほらあ、ショウ読まへんの待ってどっちリセットにハマってるから N 公演 M 公演またぎ出てほしいな出たいですねジオンもずっと出たいって言ってるんですけど人数が割と多いのでそうだからまたねあのかぶれば言うわって言ってくれたのでそうこうやっぱ読みますよねそうほらほらほらやっぱりそうトリマーク司会申し込むなぜひ待ってます嬉しい。じゃあまたぎ。わわわわわ。なんか来た。開けてください。やっぱお弁当屋さん来た。何がいいですか。何が違うん？これ。唐揚げ。出たなんか。これは違います。これハンバーグ入ってます。
あ、ほんまや。え、全然何でもいいで。じゃあの昼のやつあるから。あえ、マジマジマジ選んでください。似てるくない？似てます。ほらでも、でも中身が違う。ねえ、何なんこれ。なんか唐揚げとなんか野菜炒めみたいな、ね、うん、こっち生姜焼きみたいなの。美味しそう。でこれ何やっけ。チキンハンバーグ。これがいいな。じゃあこれ、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。お弁当屋さんそう、お弁当屋さんいつもね聞きに来てくれるんですけど、そう昼夜の時はね、あの昼公演のやつをね夜公演前に食べるのがジオンのあのあれなんですよ。そうこれ伝わってそうなんです。今日もおしゃれだね。超あ真っ赤っかなだけなんですけどね。そう、同じポニーテールしてる。マジですか。確かに印象的ってこれか、この感じか。確かにめっちゃいい。例えばですね、天才や。めっちゃ久しぶりにジオンちゃんの配信来れたよ。やったー、ありがとうございます。ちゃんと先輩になってる一応。今日も靴下可愛いね。ジオン今話なんですけど買ってきてもらうの。いや、あのケータリングで、そういっぱいあっていろんな味があって、そう、それでねいつもどれがいいですかって来てくれるんですよ。けどあれはね、なんか7期から始まったっぽいです。そう、お弁当屋さんは7期から始まったらしい。そう、夜公演前のお弁当はいつ食べるの。いつやろ。けどメイク終わってからとか、はい、そう、そんな感じですね。やばい、何分今、15分経ったかな。2回目して、私今クロミちゃんの靴下履いて。マジですか。じゃあもうね、あの2日前ぐらいにクロミちゃんの靴下履きましたよ。2日前。え、たったかな15分。2回目のやつでもぐもぐ配信。じゃあもぐもぐ配信めっちゃ苦手なんですよね。食べられるところ、食べてるところを見られるのがちょっと恥ずかしいんです。あ、今気づいた。ヤッホー、こんにちは。もぐもぐ配信ちょっと苦手なんですよね。そう、まだやってました。今の服で TikTok 撮ってる。え、昔撮ったかな。撮ってないか。17分から始めたんか。じゃあ17分やから18192223242243432までだ。よし。ということですね。チョン先輩もう JK になるの。そう、 JK になるんです。 JK チカ、そうなんです。遊びに来たよ、ありがとう。ほんまや、生誕祭や。今の食パンのあれで気づいた。お弁当って早いもん勝ち。早いもん勝ちでない、全然いいんですけどね。そう、みんな来てくれるんです、優しいから。本当に高校生になるのか。そう、高校生、確かに数え方、こんな数え方してる高校生あんま見ないですよね。今日こう当たらなかったなく、もうぜひ次の機会があればもう絶対当たるようにね、お願いましょう。そう、今日はランナーズハイだったな。そうですね、今日はランナーズハイでした。 JK 羨ましい。ほんまですか。 JK が一番楽しいってよく聞くんですけど、だから楽しみ。めっちゃ髪の毛がなんか超小商売。じゃあ、 あの前髪とか髪の毛とか気になったらめっちゃ顔振っちゃうんですよね、こうやって。だから公演中も何回かやってるかもしれん。留年ですか。そんなこと言わないでください。留年してないです。そう、人生これからやな。そうですよ、人生これからですよ。楽しみたいですね、人生。そうなんです。ユニットジオンちゃんカラーにします、ペンライト。ユニットだけですか。ユニットだけ。高校はテニスしかしてなかった。マジですか。テニスした。あ、15分経過しましたって、なんか出るやんこれ。2回目も出るんや、やった。
そうなんです。確かに中学生4人のランナーズハイやった。確かに確かに。ということでね、15分経ったということで2回目の配信も終わりたいと思います。ランキングを生みたいと思います。13位ヒロさん、ありがとうございます。12位ヒサオさん、ありがとうございます。11位ヤマトシさん、ありがとうございます。10位あゆ太郎さん、ありがとうございます。9位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。8位ヨウジさん、ありがとうございます。7位ミッチーさん、ありがとうございます。6位カルちゃん、ありがとうございます。5位アスカちゃん、ありがとうございます。4位ヤスさん、ありがとうございます。3位ホーくん、ありがとうございます。2位北野大地さん、ありがとうございます。そして第1位はジャカ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 ちゃん、ランディさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆さん、夜公演は弥生の生誕祭なのでね、あの皆さん一緒にお祝いしましょう。ということでありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。